皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そしてパワーリフターのウッシーこと牛山京太です。お願いします。お願いします。ということで今回はですね、もうウッシーさんといえばビッグスリーのイメージがあると思うんですけど、はい、今回はこのベンチプレスのフォーム解説と重いものを上げる時のポイントみたいなものがあれば共有いただけたらなと思います。わかりました。まずですね、僕がベンチで大事にしていることとしては、ベンチプレスラー、パワーリフター、ベンチを触れる頻度っていうのが高いんですよ。要は週に3回ぐらい触るってことです。まあ、4回、多い人5回ぐらいベンチ触るかもしれない。よくエブリベンチなんて言ったりするんですけど、毎日触る人だっているぐらい。そういうベンチをすることって確かに大事なんですよ。頻度を上げるってことは技術を上げていくために、はいはい、ただ一番そのベンチをするために大事なこと何っていうと、怪我をしないベンチを体得することですよね。やっぱり関節に負担のかかるベンチとかはそもそも頻度を上げれないですよね。その関節の負荷がやっぱすごいんで。なんでその体に優しいベンチプレス、怪我をしにくいようなベンチプレスっていうのを、まあ、まず第一に考えて行っています。まあ、今日そのお伝えするフォームが僕が実践してきた中で近いフォームだと思うので、参考になる点があればなというふうに思います。ベンチプレスで僕も過去に肩を痛めたことがあるんで、はい、フォームはかなり大事だと思うんで、はい、ぜひお願いいたします。 OK です。今日もちょっと3つのポイントぐらいに分けていければなというふうに思います。まずは受けからいきましょう。まず受けなんですけど、手のひらでいうと、まあ、この小子宮と呼ばれるここの部分ですね。ここでしっかり受けてほしいなと思います。ここで受けつつ大事なのがふわっとまあ握ることなんですよね。あまり握りすぎないこと。握りすぎると前腕の力とかが入りすぎてうまく肩甲骨がリンクしていけないいかないですよね。肩甲骨の中もしっかり動くよっていうベンチプレスをしたいんですよね。それがいわば肩に負担のかからないベンチプレスになります。なるほど、うん、小子宮で受けて拳の関節からふわっと握れるような、そんな感覚が大事になります。こういう指先でガッと握るんじゃなくて、拳からふわっと、まあ、イメージはここの中指骨っていう骨があるんですけど、ここの骨で包み込むようにここの範囲で握っていくようなイメージ、バーをそこでふわっと、まあ、こんなイメージで、ね、こういうグリップになると思います。一般的なグリップっていうのは結構こうやって普通に持っちゃってる。僕らはここにしっかり押し当ててからふわっと、こういうようなイメージでグリップを決めに行きます。まあ、グリップの決め方は簡単に言うとそんな感じ。はいはい。じゃあグリップを決めてから、じゃあ次アーチを組みましょうとなるわけですね。まあブリッジですね。はい。まあ、決め方としてはしっかり、先ほどのねブルガリアンスクワットでも言ったと思うんですけど、上半身の骨格しっかり落としていくこと、まあ、これが重要になってきます。まあ、肩を落とすとか、僕らはよくあの首を長くするなんて言ったりもするんですけど、まあ、要は全部同じことですね。それらをしっかり落としていって、落とすことで胸の高さが上がってくる、背中の収縮感が出てくる、まあ、そういった感覚が大事になってくると思います。そのためにちょっと僕は、まあ、グリップ先ほどに決めました。で、下からちょっと滑らしながら、こう肩とか落としながら、こんな感じでブリッジを組んでいくと自然と組めているんで結構おすすめです。下から上に足でちょっと蹴りながら肩を落として、はいはい、ちょっとこう首とか振ったりするとうまいことこうはまり込んでいくんで、握りのポジション決めつつ組んでラックアップできたら、イメージとしては体の中心部で受けるような、腕で頑張って受けるんじゃなくて、腕の力は本当に軽く入ってるだけ、胸でしっかり受けるような、そんな感覚になれると思います。はい、まあ、ここまでできたらもうあとは下ろすだけっていうところなんですけど、下ろしもイメージ腕から曲げていくんじゃなくて、腕は結果として曲がっていくんですけど、あくまで胸だったり背中、この辺がしっかり最初に動いてから肘が曲がっていく、こんなイメージを持ってほしい。腕が先行するんじゃなくて、胸、背中、体幹部が先行しつつ、次に腕が曲がってきて胸につくと。まあ、こんなようなイメージ大事だというふうに思ってます。で、よく足の力が使えないんですどうこうとかって聞くんですけど、3段階目の下ろしで胸と背中がうわーっと上がっていくような、
動きがあったじゃないですか、はい、その動きが出てるってことは足の力は使えてます。なんで無理に足の力を蹴ろう蹴ろうとか使おうしすぎなくても僕はいいのかなというふうに思っていて、その動きが出てるか否か、そこで足の位置を変えてみたり力の入れ方を変えてみたり、まあ、判断してみればいいかなと思います。まあ、僕が今説明したフェーズ3つに分けました。まずは受けの位置決めましょう。受けの位置決めたらしっかり肩を下げてっていいアーチを組みましょう。アーチを組んでラックアップしたら、あとは腕ではなく胸、背中、体幹部から先行して下ろしていく、まあ、そんなイメージになります。ちょっとやってみましょうか。やってみたいです、はい、まずはで多分ここに薬指から中指ぐらいが、はい、あ、人差し指でもいいですよ。なんかやりやすい手幅があれば、はい、そう、まず押し当ててから拳の関節からふわっと握っていって、ふわっとあまり握りすぎないようなイメージを持って、そうですね、そして、はい、しっかり下から、そう、下から滑らせてきて、アーチを、いいですね、いいアーチ、いいアーチ、ここからラックアップ、はい、胸からいいですよ、胸から曲げていって、エッチ、はい、2、はい、悪くないですよ、ラスト、胸から3、はい、 OK、はいはいはい、おー、胸ですね、はい、今ちょっと高すぎたね、12でよかったかもしれないですね1個下げてもよかったかもしれない、1個下げても確かに、はい、高重量になってきたらもう1個下ってなるんですね、最初がちょっと外しづらかったかもしれないんで、結構、うん、その握ってからこうグッと下げてやるイメージでずっとやってたんですけど、はい、下からスライドすることでブリッジがあのめっちゃ自然と取れますね。そうですね、それはあると思います。下からスライドするのは僕も普段試合の時とかもそういう風にフォーム組んでますし、おすすめのやり方です。足の位置も決めやすいかなと思います。足全面下につけるじゃないですか、はいはい、普段結構なんか足の位置困るんですけど、はい、下からこういったらもうずらす時に足踏ん張ってる時点で結構もう足のポイントが定まってたんで、はい、悩むことなくポジショニングできましたね。素晴らしいです。その通りです。普段あの下ろすことを意識するんで、どっちが先先行してるかあんま分からずにやるじゃないですか、はいはいはい、胸に効いてたらいいやぐらいの感覚だったんで、はいはい、でもやっぱりこの胸と背中とって考えながらやってると、おのずともうこの時点で胸に入るんですね。あ、そうですね、軌道が決まるんで、あとは本当に下ろすだけだなみたいな、そういう気持ちになれるんで、はい、だからそこが動作の安定にもつながると思いますね。これはまあ怪我せんやろなっていうぐらい肩の関節の疲労は全くないです。 ありがとうございます。ただ多分これちゃんとこのフォームをやろうとすると、はい、思ったより多分重量が上がらなくなりますよね。最初、ね、最初はちょっと感覚がうまく合わない人もいるかもしれないですね。よりそのこういう動きでベンチを上げてきた人は最初ちょっとやりづらい人もいるかもしれません、うん、まあ、ただそっちの方が長い目で見た時に、まあもうそっちで力が入るそのポイントとかもだんだん分かってきますし、結果として怪我がしないので、まあ重量も積み重ねていけるかなというふうには思いますね。ちなみに僕ぐらいこれ何キロぐらい上がるんですかね。マックス何分ぐらいですか今。この間105でした。まあ、90ぐらいならじゃあ今のこのフォームでも全然いけんじゃないですかね。あ、いけるんですかね、はい、ちょっとこれ僕も練習してこれでしっかり高重量扱えるように頑張りたいと思います、はい、頑張ってください、はい、怪我しやすいベンチプレスしてる人多いと思うんですけど、はい、怪我しにくいこの長い目で見たベンチプレスっていうのをやっていくべきやと思うんで、はい、このフォームぜひ参考に真似してやってください。はい、次回そしてその次の動画ではベンチプレスを強くするための補助種目を教えていただきたいと思いますので、はい、ぜひそちらもお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良ければいいね、チャンネル登録、質問があればコメントお願いいたします。そして牛さんの YouTube のリンクも概要欄に貼っておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてチャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。